伝統衣装を着た小学生たちは、タオ族特有の血塗りクランを高く掲げ、太平洋芸術文化祭の場外でパフォーマンスを行いました。 しかし台湾パビリオンのタオ族のパフォーマンスは議論を引き起こしましたダンス衣装などが地元の伝統と異なると批判されましたさらにその出演者の中に乱子のタオ族の人は一人もいませんでしたこれに対しネット上に管轄機関である原住民族委員会を非難する投稿も出ています 本当の蘭所の人々に自分たちの文化を表現させるべきだ単なる娯楽目的のダンスパフォーマンスのようにするのではないこうした行為は蘭書の人々の心を傷つけることになる一方蘭書の弥生小学校の生徒たちは原住民族委員会から正式な招待を受けていないにもかかわらず以前の募金活動の余剰金で参加しタ王族の踊りを国際舞台に立たせるように努力しました。 余った募金を残しておき、今回の太平洋芸術祭に参加することにした。海外で原住民文化を披露するのに議論を引き起こしました。原住民族委員会は今後、より慎重に検討する必要があるかもしれません。<music>